交際寺、交際寺は、かつて、薩摩国表記軍移住院号軍村、現鹿児島県日置市移住院長群に存在した、臨済州の寺院である。交際寺とも記されている。三号は、大城山。移住院忠国の七男、南、中継州は、京都の南禅寺で学び故郷へ帰ってきた。常時二年、1363年、忠国は、移住院の古城村に、 寺院、古城山炎章寺を建立し、南中は炎章寺を解散した。その際に、南中は師匠であり、南禅寺における正しや祖縁の法を継いでいた南禅寺十九代住職、毛さんと茂明に炎章寺へ、二つのおいでを願う解散として就任してもら、自らはそれに次ぐ住職という位置づけに置くことで、自覚としては南禅寺における諸山の寺でありつつ、 ご山を越え、日本の禅寺の中で一番高い格式を持つ、南禅寺の時期末寺という、高い自覚を誇った。また、南中は、伊住院長、寺脇の横手三円福寺も相続している。常時2年5月6日には、忠国、息子、伊住院久志氏、孫、伊住院来宮が、延症寺に水田などを寄付している。1366年に亡くなった、が、死後に、 大帝国際前時の称号を朝廷から送られたことにちなみ、大正山国際時と解明。大安六年、1373年8月17日の国際時文書には、南中が延章寺を国際時とすでに解明していたことが書かれている。南中は、現在の徳重神社から東100メートルあたりにある移住院員長軍の地に寺を建てたいと念じるも、 後ろの山が険しく、前には大きな池があり狭い敷地だったために、山を削り池を埋め境内にしようとする持ち地として、作業が進まないでいたところ、ある日に、大雨が一晩中降り続き、山なりがにが響いて、山崩れで池が埋まり、広い平地ができた。そのことからふっつに感謝し、大英五年、1398年、交際時は、古城から、軍の地に移され、 来球らの寄進によって道東伽藍が建設された。この寺は各地から多くの学祭が集まり繁栄した学問寺としても有名で、南中の弟、関奥信領も若い頃には小僧として兄の下、この寺で勉学や修行に励み、後に妙演寺の解散となった。交際寺は移住院長では小瀬寺と呼ばれていた。 本尊は二尺四寸五分の釈迦如来坐像。脇寺は一尺四寸の普賢菩薩坐像と観音菩薩坐像。交際寺は二百三十三国の寺両がある七、道画欄の大寺院であり、鹿児島県内は島津市が帰依した総東州の寺院が多かったが、南札には交際寺の末寺となった臨済州の寺も多かった。大二十八年。 1421年12月19日、南中は97歳で亡くなるが、その後も、第二代住職、桃院、総悟第三代住職、海貴彫新町、第四代住職、玉穂英氏と、南禅寺で修行した僧が住職となった。第五代住職には、島津忠国の旧難で、島津達久を兄に持つ、月栄光が就任指名と称賛され、第六代住職は、 南禅寺で修行した僧の天沢札が就任した。宝徳二年、1450年、強力に保護していた、伊集院広志9の没落により一時衰退したが、島津市の家臣で、町田市十六代の次男として、大英二年、1522年4月28日に、石ヶ谷で生まれ、陽名を助三郎と呼ばれ、南禅寺、小国寺、県民寺で学んだ僧のが、 天文九年1540年に、島津高久の命により十九歳で第七代住職に就任。雪神は、詩分にも優れている、白式の学僧として有名な瞑想であり、薩摩、大熊、日向の総録となり、この頃の交際時の自覚を南禅寺における実説に押し上げ、七道画欄を有する霊山として反映させたと、三国名称図へに記されており、 薩摩における南禅寺派の総元締めのような役割を担ったことが示されている。また、消失以前には、寺寮が七百三十国あったことや、交際寺で島津義久が家の会を催したことも記されており、移住院有意初期には、その会で雪神が作った漢詞が記されている。その後、県任寺で学んだ経営神価値が第八代住職に就任したが、a 禄十年、 1567年12月、45歳で、雪心が再び交際時の住職に任命される。061年、1568年初夏、加世田の片浦に漂流した、琉球国宮小島の船を、島津忠義は、琉球に送還する。翌年、これに感謝して、琉球の名を元王は、死者の僧、県庁自月戦に、黄金三十両、公領、 木の織物、砂糖、上等の酒、薬などを届けさせ、琉球国の三司官からも死者の僧、天竜寺を島津氏の家老たちに使わした。高久は琉球との商業取引に関して全権大使として、雪心を琉球に使わすことを決定。自分は引退して、守護職は長男、吉久に譲ったことや、琉球からの死者の僧のことへの感謝を書状に、記。 義久も、友好を深めよう言うなお元王宛ての書状を記す。また、家老たちから三士官に当ててそれぞれ、こちらからの船で、薩摩の許可証を持たない者は取り締まる、よう依頼する書状を記す。雪きは、琉球渡航に先立ち、雪きの生まれた石ヶ谷にも近く慶安源氏の弟子で、あった、交際時、第四代住職、玉穂が、海産の、随雲産全福寺。 城の河内の河厚無寺、白井院の水月寺という交際寺の末寺だったが廃寺になってしまっていた三つの寺を交際寺の末寺として復興したいと吉久に懇願して、永六十三年、1570年1月11日に吉久から来触れた。ちなみに、北は悪根市から南は三島村まで末寺を持っており、平寺、昭竜寺、大数寺、 ウツ山多宝寺、青峰山天徳寺、コ六山サ西福寺、随雲山宝ン泉寺、太平山、安国寺、天徳山林光寺、蓮華寺、宝寺寺なども交際寺の末寺であった。ちなみに、吉都山大常寺は、島津高久の妻、夫人が交際寺の末寺として建立したが、文禄四年、千五百九十五年、島津敏久の冥福を祈るため島津恒久が再興して、 日置島津家の母大寺にした折に、法城山隆雲寺の末寺となった。渡航の前に、雪神は、神社、山王神社、伊勢大宮宮、聖谷渡宮、稲荷大明神の五つの神社に願をかけ、吉久の命で、永六十三年、1570年3月27日に、高久や吉久などの書状を携え、鹿児島を出港。 琉球と接衝し大役を果たして、なお元王から託された、吉久宛の手紙を携え、元気元年、1570年7月14日、鹿児島に帰国。その功績から、奉日として新たに与えられた百国を、ゆきしんは、全福寺の最高に注ぎ込み、復興した全福寺には、法満かまど神社における祭神の礼をわかち祭りって、全福寺の鎮守者して、 半主におまみできるほど格式ある寺となり、雪神が隠居する寺となった。元気元年、雪神は再び琉球へ使者として使わされるが、琉球側は、雪神たち使者に対して無礼な態度を行い、雪神は怒り帰国。元気2年、1571年には、なお元王が自ら軍を率いて、天見大島で起きた反乱を平定するが、元気3年。 1572年4月に、なお元王は亡くなる。無礼の詳細について、雪心からの報告を受けた、島津川の家臣、川上忠勝、伊集院忠宗らは、天正2年、1574年9月25日付で、琉球の遠隔自住職を通じ、死者への応対に対する苦情を書いた小琉球へ送り、問いただした。その間、雪心は、 交渉を有利に展開するため、島津側の外交顧問のような立場となり様々な、進言をした。天正三年、1575年3月、昭英王は死者を使わし非を認め謝罪して、就効は再び回復。慶長十三年、1608年、島津家久の指示により、雪心は、大時事の住職、竜雲を伴い、竜宮との交渉に、が、側は、 ゆきたちにバリ増減を浴びせ交渉は決裂。慶長十四年、前六百九年二月、徳川家康の力添えで、大将、か山久ま副将、平田た衆が、約三千の軍勢を率いて、軍戦で、琉球進行を開始。首里城を攻め落とし捕らえた、少年王を伴い、同年五月十五日に、鹿児島へ出港。吉久の意向で、 少年王は、交際時の末寺で、雪神が兼任していた、移住院長を歌にあった、法恩寺に数日間滞在する。法恩寺はこのことから、王居の地と吉久に呼ばれた。家康や徳川秀忠に越見するため、藩主、島津忠常と共に、江戸へ向かった、少年王の栄役も、雪神は務めた。上井隠剣日記には、天正十四年。 1586年2月14日に、移住委員交際寺ゆきしんを賞小江州講師の暗黒寺比丘と書かれている。ゆきしんは、カンボジア国王への外交文書の草案も、書き起こした子もあり、老いである、大徳寺、第140代住職を通して、京都との人脈も築いていた。慶長6年、1601年5月18日、 全福寺において、雪神は八十歳で亡くなる。遺言によって、雪神は、遠福寺に葬られた。雪神は、全福寺の次の住職として、弟子の栄華を選んだが、雪神が亡くなると栄華は、自分の老いに百国を譲ってしまい、約百国あった全福寺は、江戸時代中期には、寺寮が二国しかない荒吹きの小さな寺になってしまった。第九代住職、は、 東福寺における境内の北にあるリ眠り庵の住職も兼任していたが、慶長18年、1613年6月10日、大火が起こり七堂伽藍をはじめ、文言、宝物などをすべてを消失。以後、約42年間にわたり住職も不在となり、移住院多額に以下、移住院次第大の上主の墓も、寺が荒れた頃に、遠福寺へ移された。その後は、 法恩寺住職、先置長美氏という役職で、正法2年、1645年から女王2年、1653年まで兼任。明暦元年、1655年、他法寺の住職、一室により、伽覧が復興され、一室が第十三代住職に任命され再興。法恩寺の住職による協力も受け、遠方には本格的な再興を遂げる。 聖徳2年、1712年、第14代住職、達し、千また県は、二度に渡り寺のために、鹿児島港百国を購入するが認可されず、国高は預かりになる。第17代住職、石層原札の代になると、預かり分の百国に加え、法暦9年、1760年7月には新たに百国、寄進され、 消失以前に730国あった治療は233国まで戻った。明治2年1869年廃物希釈により廃寺となり、跡地は墓地となった。西南戦争の際には、この場所でも薩摩の獅士が集団自決をしたという。現在、跡地の墓地には隣に、鹿児島県立移住院高等学校が建てられており、 案内看板が建てられている入り口にはの仁王像がある。この仁王像について、病園寺六十一代住職、伊藤健一は、これは、交際寺の仁王像ではなく、病園寺にある日体の仁王像こそが、廃物希釈の時に、交際寺から運び出されたものと主張している。他に、本堂の鬼瓦も残っている。入り口近くの墓地には、海軍中将、有馬正文の墓や、 第十四代住職、議会の墓、六地蔵塔などがあり、道をさらに奥へと進み一段高くなった場所には、第十七代住職、石州や、第二十代住職、有山玄土など歴代住職の墓や、明治十六年、千八百八十三年六月二十四日に、亡くなった全福寺最後の住職、悟山大道の墓が残されている。三国名小杖絵にも描かれている。 交際寺の鎮守者、熊野神社は、五郎八神社とも呼ばれており、移住院高校では、体育祭で、花坂かじさんのメロディに乗せ、五郎八神社に願かて、どちらが勝つかと聞いたれば、我ら霊軍勝ち、勝ち、勝ち勝ちという応援歌を歌っている。交際寺が廃寺となった後も、廃物希釈に伴う、神仏分離により、この熊野神社は、今も存在しており、交際寺跡側にある、 移住院高校の脇から入れる、車も入れない、細い小道を奥に行った、移住院高校のグラウンドに隣接した場所に、こじんまりと存在している。熊野神社は現在、地元の者たちによる寄付により改築された社が建っており、上部に掲げられた変額には、熊野権現、日吉山の三宝工人と書かれており、鳥居の手前にある門中には、無格社熊野神社と記載されている。 ちなみに、交際時については、移住院郷都市にも詳細が記載されている。移住院駅北口から、日置市移住院総合体育館までの通りは、駅東口線という通り名があったが、新たに、正式名称を公募で行い、新たな移住院駅舎における、京城改札口と、北口から、南口までつながる通路が2015年6月6日に、仮オープンしたのに合わせ、同月に、 交際寺通りとなった。昭平18年、1363年、来休により、三門、仏殿、法場、浴室、共同などが寄進され、豪華な寺院が完成。大英5年、1398年4月13日、仏殿が混流されて、以降、七道画欄を有するようになる。三国名小図に描かれている、図によると、かつて境内には、 地蔵堂、日吉山王を祀っていた、鎮守道、住職、月巣が解散した、境内寺院であり、阿弥陀如来が、本尊の随雲山法恩寺、月巣が解散した、境内寺院であり、如意林観論が、本尊の修得権が存在していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。